ベルフリンの批判的美術にはヤコブ・ルッカルトの体系的美術やビンケルマンの見方が影響してるね。でこのベルフリンの説に反対するのは精神史の立場を取るブルフやウィーン学派のリーグルやシューマルトで。 行ってくるぜ。お、頑張れよ。おい、小島。うん？なんだよ。いろよ、来てるぞ。行ってやれよ。おい、小島、いいぞ。何？ちょっとお買い物に来たんですけど、もう帰りになるお時間かと思って。ああ。 下宿何のごちそうだい。幸せだわ。おい小島、焼けるぞ。羨ましいな。さよなら。うん、何がいいんだい。そうね、あなたは？僕は紅茶だ。そう、じゃあ同じでいいわ。紅茶2つ。はい。あら、随分破けたのね。うん、直してくれるかい。そのうち新しいのこしらえてあげるわ。 小島さん、まだお勉強？ああ、今一息入れようと思ってたんだ。まあ、よく似てるわ。<笑>キミちゃん、用が済んだんだら少し書こうよ。その前に、私の染め物見ていただきたいの。うん？まだ新米だけど、相当の腕前よ。よし。 今までお勉強。はい。ああ、これね。ええ。うん、だいぶうまくなったね。だけど、なんか見たような柄だな。まあ、やっぱりお分かりになる？ん？これはね、この間連れてっていただいた展覧会の時の絵を真似てみましたの。<笑>通りでね。だけどね、デザインはやっぱり自分で考えなくちゃ。それが美術の生命だろ？ ただ染めるだけなら染め屋さんにかなわない。ね、そうだろ。ええ、そうですわ。あ、いけない。お水出しっぱなしだわ。お、湯ざらみしてんの？ええ、見てあげよう。おい、帰ったよ。お帰りなさい。遅かったわね。<笑>今日はね、 お母さんに文句言われるの方が一冊教えてこないからね。どうですかね、当てになるもんですか。いやいや、見てみてごらん。<笑>あら、しょうがないわね。
こんな売れそうもない本ばっかり。え、まだケチつけんの？ケチじゃありませんけど、ダメだからダメだっつってんの。そんなことありませんよ。あります。ある。ありますったら。よし、じゃあ小島さんに、ね、白黒つけてもらう。小島さん、ちょっと ああ、これですね。白鸚社の音楽概論、一水堂の経済学用に哲学辞典。ああ、これはおじさんの負けだよ。え、どうして？こんなのね、もう改版されちゃって、もっとずっと新しいの出てる。そうだな、まず一巻目いくらってとっかな。そら見なさい。ねえおじさん、お名前印刷してあるからいけないんですよ。白い紙ならもっと高く売れますよ。おてよ、何してんだよお前。見りゃ分かるでしょ。見りゃ、まあ、200円ぐらいかな。ひでえことになったもんだな。小島さん、お茶が入りましたわ。お肉行きましょう。しょうがありませんね。お店の飾りにもなりませんよ。おお、どこれは店に出すやつじゃないよ。どうして？いや、これは俺が買ってたんだよ。変ですね。本屋は本買ってくるの当たり前じゃありませんか。いや、これは俺の小遣いで買ってたんだよ。何の本だ、ちょっとお見せなさいよ。ダメだよ。家庭の幸福。なんだあんたって人は。安心しました、私。お母さん、つけないか、一本。ええ、できてますもん。お父さん。今日の仕入れの中じゃこれが一番ですよ。しかし考えてみると退屈だね、俺たち夫婦は。まあ、こうやって二十何年別段どうってこともなく。お父さん、退屈でなくてどうすんの。それでちょうどいいんですよ。そりゃそうだ。ただいま。おかえりなさい。頑張ったわね。どうでした今日商売は。ああ、ダメダメ、残念残念ですよ。あ、おばさん、え、これどうですか。元値が80円だから100円でいいんですよ。ああ、私から20円儲けるつもり。俺は商売ですもん。じゃなきゃこの下宿代も払えませんよ、ね、じゃあいりませんよ。ダメだな。女の声だけってどうしてこう化粧品が売れないのかな。女はケチですからね。太田さん、小島さんが呼んでますわ。あ、そう。ダメダメ、キヨちゃん、こっち側よ。ケントさん、いいだね。だいよいしょ。ああ、重たい。動きゃしないわ。じゃあもう一回ね。いい？1、2、の、3。よしじゃあ、こっち来て。いい？ワン、ツー、スリー。やっぱりダメだな。手伝いましょうか？え？でも。手伝いますよ。すいません。よっ。ずいぶん力強いのね。まあね、僕は学生服を着た労働者です。頼もしいわ。もし暇だったら少し手伝ってくださらない？ダメ？ああ、いいです。千代ちゃん、力仕事をこの人に任せなさいよ。手伝ってくれるんですって。水道がまだ来てないのよ。お水汲んできてくださらない？オッケー。井戸は裏にあるのよ。あ、はい。帰りなさい、マダム。ご苦労様。お帰りなさい。だいぶ片付いたわね。ご苦労様。ユージャは裏ですの。お店は臨時雇いが引き受けてくれたんです。え、臨時雇い？
洋北大学の学生さんですの。え、知り合いの方？いいえ、のんきな人。知らない方に手伝わせてるの。だって喜んでるんですもの。しけひどいわ。どうもすみません。勘弁してくださいよ。許してあげる。しおちゃん、はい、いつ商売がしたんだよ。変だなあいつ。うん。おい、おた。え？お前何やってんの？いや、ちょっとね、今日のアルバイトはロマンチックなんだ。ロマンチック？おう。愉快な方ね。おい、お前も邪魔しないと早く帰るよ。別に邪魔しないけどさ、なかなか趣味のいい店だな。お手伝いしていただいてすいませんでしたわね。いや、僕は別に。僕ですよ。あ、そうですか。お礼に何かもう一度しましょうか。いや、それも結構ですけど、実は僕はアルバイトの学生なんです。お店で使っていただきたい品物を持ってるんですが。まあ、どうでしたの。奥さん、品物は確かです。お願いですからお店に入れてやってください。奥さん、お願いします。僕からもお願いします。そうね、じゃあお願いしましょう。どうもすいません。ゆりちゃん、はい。ちょっとこの方とよくご相談してお店を失うもの決めといてちょうだいね。はい。素晴らしいものお持ちですね。あら、誰だかお分かり？ドランじゃないですか。まあ、よくご存知ですかと。ねえ奥さん、こんないいお持ちなんでしたらまだ他にたくさんおありなんでしょう。もしよろしかったら見せていただけませんか。そうね。ねえ、よろしいでしょう。じゃあ見ていただきますわ。お二階出しって。あ、綺麗な奥さんですね。でも今は奥さんじゃないのよ、未亡人よ。へえ、あんたもですか。見りゃわかるでしょ、未婚の女性を捕まえて何を言うの。いや、しかしそれで安心したな。ローランさんですね。これはすごい。どうしてこんないいお持ちなんですか。亡くなった主人の形見ですの。ご主人はやっぱり戦争で。いいえ、私たち戦争中はフランスの田舎におりましたの。おお、フランスに。主人はあちらで病死しましたの。あ、そうですか。私もフランスへ残って主人の商売を続けたいと思ったんですけど、やっぱり女一人では。ご商売って。主人も絵が好きでしたから、趣味が半分で絵の取引を。あ、それじゃあ画商ですか。羨ましいですね、そういうお仕事は。だけど、それでよくわかりました。奥さんには多分にヨーロッパ風の感じがあります。奥さん。え？それに奥さんはこのローランさんの絵のように清純でエレガンだと思います。
よかったな、また。ああ、今日から助かるよ。さよなら、さよなら。おかえりなさい。ありがとうございました。あら、太田さん、トランクどうしたの？喜んでくれよ、君ちゃん。全部売り切れだ。お得ができたんだよ。もう就職したも同然さ。本当？よかったわね。それにね、こんなお友達ができた。太田さんに？ケベすんな、君だけさ。何も、小島だけの男じゃないんだぜ。ねえ、小島さん。私、パークの袋を染めて差し上げようと思って、死体を描いてみたんですけど、見てくださらな。うん、悪くないね。柄が細かいしね。この花の色をうまく考えないと、デパートの包装紙みたいになるよ。そうね。いつのこと、包装紙のデザインにしなよ。和光っていう名前を入れてさ。和光って？うん、今話した店だよ。うん。ねえ、小島さん。この花の色、何にしたらいいかしら。ダメだ。全然ダメだ。え？下手だな。今日はいい絵を見てきたんだよ。つくづく嫌になった。おいおい、そう不思議になることはないよ。だいたいドランダとかローランさんなんてのはお前本場の名作じゃないか。そりゃそうだけど。しかしね。変ね。え？うん。なんかあったの、小島さん。うん。別に何でもないよ。いらしたんですか。さっきお店にお伺いしたんですけど。何かご用でしたの。いいえ、僕あの絵をもう一度拝見しようと思って。まあ、君ちゃん、え、これ鬼から持ってってやる。はい、ね。そんなことあるもんか。どうしてわかる。いや、君ちゃんはね、君という人間の水準まで追いつこうと思って勉強してた。努力してるんだよ。最近染色を始めたんだって。明らかに君の感覚これにはよくわかるんだ。別に僕という対象物がなくても、向上心というのか進歩性っていうのか、心の高さを求めるのは我々年代の当然の気持ちじゃないか。うん、まあいくつはそうだろう。小島、お前今日練習の帰りにあそこ寄ったそうだな。どこへ。和光へさ。さっき品物を納めに行ったら店の人がそう言ってたよ。君があんな年上のマダムを好きになるはずはないと思うんだな。君ちゃんを失望させるようなことはしないでくれよな。君ちゃん、おかしいわね。君ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。お進みいたしますわ。
大丈夫かな、小島のやつ。何が？本気でマダムが好きになっちゃうんじゃないか、心配なんだ。ダメダメ、あの人たちはいくら愛し合ったってダメなのよ。どうして？秘密よ、誰にも言っちゃダメよ、うん、実はね、マダムには。え、パトロンが？ジャニオさんってわけなんだね。まあそうね。でも奥さんは2、3年前に亡くなっちゃったとかで、その人今はやもめなのよ。年上なのかい？うん、まだ40そこそこ。はい、若いけど商事会社の社長よ。だからお金がうんとあるってわけね。そいつは意外だったな。あの奥さんが兄さんだなんて。そうなのよ。でなきゃ今時若い女の人が一人でお店出すことできやしないわ。うん、ね、今日はゆっくりして夕飯食べてらっしゃいよ。マダム外で済ましてくるっていうからね。いいでしょ。うん。お疲れになったでしょ。いいえ、どうも。少し休みませんか。ええ。奥さんは女一人でよくあんな大きなお店やってきますね。え？その点だけでも僕は尊敬します。今男一人生きていくのだってとっても苦しい時代なのに。あ、危ないですわ。いや大丈夫ですよ。僕は奥さんを見てると、人間教養の高さってものは生きていく上にどんなに素晴らしい力を持ってるかよくわかる気がします。まあ、私そんなにおっしゃっていただくほどの。いや、そんなことありませんよ。僕は奥さんとお近づきになれたことを本当に良かったと思ってるんです。小島さん、あなた仲のいいお友達になっていただけますわね。ええ、もちろんです。どんなことがあっても。ええ、でもどうしてそんなことを念を押すんです。いいえ、参りましょう。急に沈んでおしまいになってどうかなすったんですか。いいえ、ねえ奥さん、奥さんにお願いがあるんですが。何でしょう。明日の日曜日ハイキングに行っていただけませんか。そうね、よろしいでしょう。僕どうしても行きたいんですよ。ね、行ってください。いいですわ。お帰りなさいマダム。ただいま。さっきから中野さんが待ってらっしゃいます。あ、そう。遅いじゃないか、スミコ。今頃までどこ行ってたんだい。ちょっと銀座に買い物があったもんですから。僕が来る日ぐらい分かってそうなもんじゃないか。すいません。まあいいよ。なかなか繁盛してるようだね。こんな立派なお店を出していただいて、おかげさまで。でも私こんなにまでしていただくのが心苦しい気がして。そんなことは気にすることはないさ。スミコ、行こう。行こうってどちらへ。横浜だよ。でもこんなに雨が降ってますのに。嫌かい。明日お友達と会う約束しちゃったんですの。誰と。テルメルの三つ子さん。いいから行こう。君
前田だろう。どうしたんだ今夜。どうって別に、ただ私ローランさんの絵の前であなたにお会いするの、なんだか気が引けて。変なこと言うね。急にその絵は一番好きだからと言ってわざわざ模写見つけてきて君がそこへ描けたの。こんな清純なものを見ると今の私の生活が一層汚いように思えて。順調だね君は。案外そんなセンチメンタリズムは僕らの間じゃとうに割り切ったらはずじゃないか。まあいい。スミコ、どうしたんだ一体。君は本気で拒むのね。あなたは必要な時だけ私が必要なのね。え、何が今さら。僕は一年前に君と知り合った時に約束したはずだ。結婚生活を味わった男がその束縛から放たれた時に初めて男の本当の自由が来るんだ。僕は今ちょうどそれだ。いいえ、違うんです。僕は妻を失った。君はフランスで夫と死別した。しかしそんな悲しみは時が解決する解消に過ぎないんだ。違います。僕は自分のために人に迷惑をかけたこともないし他人を不幸にした覚えはないつもりだよ。いいえ、そうじゃないんです。違うんです。違う？何が違う？倫理的にか、道徳的にか。いや、僕は決して自分の生活態度が間違ってるとは思ってない。僕は君の生活に対しても立派に責任は持ってるんだ。私も初めはそれでいいと思ってました。立派にやっていけると思ってました。でもやっぱり間違いのような気がしてきたんです。間違い？男のあなたはそれでいいでしょうが、女はただそれだけではやっぱり愛情ってものが。贅沢だな君は。あれほど満ち足りた生活をしておきながらまだそんで気持ちだの精神的だの恋愛だのって、そんな子供じみたことは考えただけでも退屈だよ。今の僕にはそんなことは一番億劫な時間なんだ。理知的で聡明な君がそんなことは分からないはずはないんだかな。どうだい、嫌かな僕が。いいえ、私はあなたのものですわ。どうぞ勝手になさいませ。
ってらっしゃい。いいお書きになってね。ね、忘れんなよ。今日は君ちゃんの誕生日だからな。うん。じゃあ私お買い物に行ってきますから。あ、小島さん、早くお帰りになってね。お待ちしていますわ。あ、ね、きっとよ。え、分かってます。行ってらっしゃい。マダムとハイキングもいいけど、あんまり深入りすんなよ。うん。俺は前に一回マダムのことでぜひ話そうと思ってたんだけど、まあ気はよそう。せっかくのとこだからな。なんだよ、おかしなやつだな。僕も今来たんです。じゃあ参りましょうか。え、何か気にかかることがあるんですか？いいえ。どうして？つまんないんじゃないんですか、こんなところへ来て。楽しいですわ。それはいいんですけど。緑の丘を君と行く、ポプラ並木の夢の跡、遥かに望むマラビアの鐘が鳴る鳴る時計台、歌声高くスクラム組んで、赤い血潮の感激に熱い涙を流そうよ。月夜の顔君と行く、星影淡き思い出のポプラ並木のマラビアに、鐘が鳴る鳴る時計台、歌の心我知るゆえに、夕べとなればさまよいて熱い涙を流そうよ。奥さん、僕お願いがあるんですが。え、何でしょう。奥さんを書かせてください。あら、ダメですわ。私なんとお書きになっても。ぜひお願いします。僕きっと自分の一番気に入る絵になると思うんです。お願いします。あ、奥さん書きますよ。まあ、いやね。
けまして。どうなすったの？まあ、リンゴ？ダメです。どうしてもダメなんです。奥さん。え？何ですの？なってくれなくちゃ。お父さん。もうやさん。小島さん帰っていかないし。いいのよ、お父さん。どうぞ。そうかい。ぼつぼつ始めようなんて言ってるうちに、だいぶ回っちゃったよ。お母さん、そのナイフ取ってちょうだい。このためにどうもありがとうございました。いけなかったよ。今朝小島さんに今夜のお誕生日のことをもっとねをしとけばよかったね。いいのよ。いいのよかった。お父さん心配ないでしょうね。和光の奥さん。え？一人で大きな店やってる立派で真面目な人だって言うけど本当に大丈夫でしょうね。ええ、それは大丈夫ですよ。ただの友達ですから。誕生日だっていうのにこんなに遅く帰ってきたのは確かに俺が悪い。だけどどうして俺がキミ子さんの気持ちに縛らなきゃならないんだ。いや、俺だってキミ子さん好きだよ。素直だし、頭いいし。しかし、あまり示唆しすぎて。だからさ、それ以上のことは俺の責任外のことだよ。とにかく、俺はお前に学生らしい生活に戻ってもらいたいんだ。え？じゃあ、年上の女を好きになっちゃ学生らしくないというのか。あのマダムはお前が夢中になるほど価値のある人じゃないよ。そんなことあるもんか。それはお前が、あの人の良さを知らないからそういうこと言うんだよ。なあ、太田。お前だって、たった一人でアルバイトして食ってるんだ。あの人もたった一人だ。しかも女一人だよ。俺は、あの人の生活態度の素晴らしさだけで。やめてくれ。頼む。とにかく、あの人から離れてくれ。おい、太田。お前、恋にあの人を悪く言うのか。傷つけるつもりか。恋？傷つける？なあ、よそ。市長だ、おじさま。どうだって言うんだよ。一体何を言おうとしてるんだ。言えよ。
どうして言えないの。貴様は俺をからかう気か。よし、よ。あの人にはパトロンがいるんだ。パトロン。あの人にパトロン。貴様は言っていいことと悪いことだぞ。しかし俺は事実を言ってるんだ。事実？そんなバカな。おい小島、俺たちは親兄弟よりも親しい友達じゃないか。俺の言うことを信じてくれよ。太田、悪かったな。俺は今まで誰よりもどんな人よりもお前を信じてきたんだ。それなのに疑うなんて俺はどうかしたんだよ。お前が本当にそう言うならば俺はお前の言葉を信じよう。奥さん、どうして今日まで本当のことをおっしゃってくださらなかったんですか。奥さんは偽るつもりはなかったんでしょうが、僕は残念です。初めてお会いして絵を見せていただいた日、僕は一晩中眠れませんでした。その後になって絵に対する純粋な感動よりも奥さんと友達になれた喜びの方がずっと強かったんだと気づいたとき、実はハッとしました。しかし、ちっともやましいとは思ってません。シックで、都会的で、しかも素朴な、ちょうどあの絵のような。奥さん、僕はあなたのことを思い出さずに、絵のことをもう考えることができなくなってしまったんです。まあ。僕たちの現在は、学生であってそのまま社会人なんです。だから世の中の苦しいことも汚いこともすっかり見続けてきました。いや、もう見飽きてしまったんです。ですから美しいものにはぐんぐん惹かれていくんです。奥さん、その奥さんに、あなたに。待って、小島さん、分かってます。もうおっしゃらないです。奥さん、奥さんに限って、いえ、奥さんだけはたった一人で生き抜くために精一杯の努力をしていらっしゃる方だとばかり信じ込んでいました。それなのに。すいません、この店を出してくれてる人があることをあなたに隠していたのはあるございました。私がでもあなたが怖かったんです。怖かったって？本当のことをお話ししてあなたを失望させること。いいえ、それよりあなたが私から離れていってしまうような気がして。小島さん、私だって美しい真実の心の支えなしにはとても生きていくことは。どこいらっしゃるの？中野商事でしたね。これから行って会ってきます。え、中野に？奥さん、あなたはこういう生活にいつまでも自分を任せている方じゃありません。一時も早く清算して解放されなきゃダメです。待って、小島さん、それだけは待って。いいんです、ほっといてください。僕は行って会ってきます。あの学生さん、あちらに見えております。どうぞ応接の方へ。学生？社長は？さあ、僕たちが嘘を言うわけないじゃありませんか。現実にこの鉛筆は二重クロスストラムするって作品なんですね。え、君。そうです、本当なんです。嘘じゃありません。ただでさえ苦しいアルバイト学生に半端物を引き付けて暴力を貪ることはないでしょ。君、これはうちで扱った品物じゃないよ。何？待て中村、君たちはすぐ乱暴しようとするんだね。
近頃の学生は柄が悪くていかんよ。柄が悪い？僕たちは生徒のことを言いに来ただけだ。とにかく帰ってもらおう。わしは不良学生の相手はしておられぬか。不良学生？まあそんなところだね。何？よし、よし、よし。じゃあ今日は帰ります。あんたが不正かどうかもう一度よく調べてから参ります。帰る。君はなぜ帰らんの？僕は中野さんに会いに来たんです。みんな改めてもう一度来ると言ってるじゃない。他の用事で中野さんのことで会いに来たんです。社長に？私中野です。城北大の小島です。さあどうぞ。あ、君ちょっと。あ、早速ですけど、実は村川澄子さんのことでお伺いしたんです。澄子のこと？君は澄子をご存知ですか？あ、あなたは澄子さんのことをどういうふうにお考えなんですか？どういうふうに考えるって、君は澄子とどういうお知り合いなんですか？友達です。率直に言うと僕は澄子さんを愛しています。もちろん僕と澄子のことは知ってるんでしょうね。あ、知ってるからこうしてやってきたんです。中野さん、あなたはただ金を出して澄子さんをおもちゃにしてるだけなんだ。それじゃあ澄子さんは不幸です。不幸か。君は若いからまだ何も知らないだろうが、男女間のことは第三者には分かんない。君は心配してくれるほど僕は澄子を愛していないわけじゃないんだろうね。じゃあなぜ正式に結婚しないんです？結婚？そうです。あなたほどの地位も財産もある方がなぜ結婚しないんですか？世の中には住宅や金がないために結婚したくてもできない不幸な人たちがたくさんいます。僕は不思議だ。いや、澄子さんをあのまま放っていくあなたに僕は疑問を感じる。せっかくだが余計なお世話だね。他人の口端を入れる問題じゃない。僕はあの人のことを人事じゃ済まされません。人事では済まされないというと？君は一体どうしようというんだ。偉そうなこと言ってもどうにもならんでしょう。他人のことで気を揉まない方がいいですよ。あなたが許してくだされば結婚したいと思ってます。結婚？そうです。君はまだ学生じゃないか。あんまり非常識なことは考えるのはやめたまえ。非常識ですって？そうですよ。まともな考えとは思えないよ。まともでないのはあなたです。中野さん、中野さん、何をするんだ？いや、何もしないしません。何もしないって、じゃあ、帰りだから。いや、まだ話があるんです、僕は。何もしないから、どんどんして。本当に。やめたまえ。え、何でも乱暴。帰れ。まだ話が残ってる。社長との話はついたんじゃない？いや、まだ社長に話が残ってるんです。帰れ。ありがとうございます。君、小島って学生知ってるかい？さっき会社来たよ。あれ、君と一体どういう関係があるんだ？君はあの学生に恋を持ってるんじゃないのか？私があんな学生さんを相手にするわけないじゃありませんか。君は嘘って言ってもね。君と結婚したいとまで言ってたよ。え？結婚？それであなた、何とおっしゃったんです？断ったよ。そしたらあの人は？帰った。山田たちに追い返されてちょっと怪我をしたらしいよね。え？怪我を？澄子、あの学生のことはそんなに心配か？いいえ。僕は別に恋愛しちゃいけないなんてそんなやぶなことは言わないよ。だけど自由に過ごせ。
ただし結婚することには反対しといた。つまらんことだし君も後悔するからね。そんなに悲しむことはないよ。僕は君の気持ちを束縛しようとは思ってないんだけどね。違います。じゃあ何がそんなに悲しいんだ。あなた冷たいかった。あなた以外の人を愛してはいけないってなぜおっしゃってはくださらないんです。私その方がどんなに嬉しい。一体あなたの何なんでしょう。あなたに心から愛されてあなたの妻になりたいと思ってますのに。痛みます。危ないのね。無理にレコードあげようとするからだわ。もう無理な練習はおよしになって。私小島さんは絵を描いてらした方が安心でいいわ。少し黙っててくれたわよ。なんだおい、練習で怪我したって。うん、手が滑ったんだよ。気をつけろよおい。医者に見せたのか。ああ大したことないんだよ。あら取っちゃいけませんわ、熱があるのに。うるさいな。君は下行っててくれよ。お母さん、和光ってのはどの辺なんだ。なんでも須田町の斎藤消防の一丁ほど先らしいですよ。どうもお待たせいたしました。私が村川ですが。おお、さようです。お忙しいとこお邪魔しまして。ご用件は。あ、実はその小島さんのことにつきまして折り入ってお願いがございます。ああ、そのことでしたら今この人から聞きましたけど、一体どういうことなんでしょう。ザックバランに申します。小島さんとのお付き合いをやめていただきたい。あの人はあなたのために学校をそっちのけです。ちょっとお待ちになって。何ですか、私が小島さんを誘惑でもしているようなおっしゃり方ですけど、私絶対に小島さんを誘惑した覚えはございませんわ。仲のいいお友達としてお付き合いしているだけですわ。そりゃあなたは年上で平気でしょうけれども、若い学生の身にとってはただのお友達では済まされません。あなたも小島さんの気持ちがわからないほど愚かではないと思います。あの人はあなたに夢中です。どうか小島さんを迷わせないようにしていただきたいんです。迷わすって。じゃあ考えますけど、私もあの人を愛しているとしたらどこがいけないんでしょう。女年上ならどんなに真面目な気持ちでもいけないんでしょうか。相手が学生さんじゃ愛してはいけないっておっしゃるんですか。いえ、そう言われると申し上げようもないんですが、実は娘のやつが、キミコのやつが小島さんを好きなんでして。え、お嬢さんは。え、娘は夢中です。まあ親バカと申しますか、できることなら育成一緒にさせてやったらどんなに喜ぶかと思って。
わかりました。あなたさっきから小島さん小島さんってあの学生さんのことを心配してるようにおっしゃってましたけど、本当はそうじゃなくて娘さんが可愛いばっかりに掛け合いにいらっしゃいましたのね。え？掛け合い？あなたは本気でそうおっしゃるんですか？ええ、小島さんのことでしたらどうぞご心配なく。珍しく飲んでんのね。キミ子は今絵のを買うんだってね。ちょっと電車通りまで行って。どうだった向こうは。どうもこうもないな。まだ飲むんですか？毒ですよ。いいからほっといてくれよ。もうね、今日はむしゃくしゃむしゃくしゃして、もう飲まずにいらんないんだよ。お父さん、あんたも行ける。いいんだよ、だからさ。もういいんだよね。俺はね、この年になるまでね、今日くらい恥をかかされたらないんだよ。そんなんですか、和子の奥さんっていう人は。そんなもんこんなもん、近頃の女はすごいっていうことは聞いてはいたけど、あんな女は初めてだよ。え、うん、落ち着き払ってバカっている、ね、その上に、ね、人をこう見下すような目つきをね。女が年上ならどうして好きになっちゃいけないのか。小島さんのことならご心配なく。ほら、キューッとしたからね。それでお父さん、あんた黙ってたんですか。いや、だから、ほら、悔しいからね。あんたのお金で静かな家庭に何か手が立ちます。小島さんをはじめ、キミ子も私たちも。ね、迷惑をしています、ね、お父さん。あ、キミ子、どうしてそんな余計なこと言ってくださったの。え、余計なこと。キミちゃん、何やの。いいえ、いらっしゃるんだったらご相談していただきたかったわ。でも相談していただいても行かないでってお願いしたでしょうけど。生意気言うな。お父さん、あんたはかわいそうだからいろいろ心配してんのよ。でも向こう行ったことが小島さんに知れたら、あの方怒ってかえって悪い結果になるわ。小島さんはしっかりした方よ。私信じています。でももしその方を愛しているとしたら、その方がそれだけ値打ちがあるからなんだわ。お父さんにはそれがわからないのよ。親に向かって口へんどうすんの。お父さん、お前の君ちゃん、謝りなさい。お前は小島さんが好きなんじゃないのか。いいえ、好きです。好きだからこそ諦めています。ねえ、あなたほど分別のある人が。あの学生さんとはずっとお友達のつもりでいたわ。それがいつの間にか悲しいお友達になってしまって、会えばあの人を傷つけそうだし、離れてれば私も一層苦しいし。美津子さん、恋したり好きになってしまうことは人の自由にはならないものね。それでどうする気なの。中野さんのこともあるし。お父さんがあなたに頼みに来たって言うけど、そのこと娘さん知ってんのかしら。さあ、そんな様子も見えなかったけれど。恨んでんでしょうね、あなたを。
父さんっていう人が言ってましたわ。以前は学生さんを交えて楽しい家庭でしたし、娘さんも小島さんを目当てにいい人間になろうと努めていましたって。じゃあきっとあなたが誘惑したと思ってるわ。あなた責任持つわね。え、責任って？辛い言い方だけど、若い人たちって傷つきやすいものよ。でも私悪いことしてるとは思わないわ。女が年上ならどんなに真面目な気持ちでも愛してはいけないっていうの。ごめんなさい、お客様です。どなた？それが昨日小島さんの方でいらした方の娘さんとかいう人なんです。え、娘さん？娘さんが何しに？さあ、そう。どうぞお引きになって。え、すいません、突然お伺いして。ご用件分かってますわ。あなた小島さんのことでいらっしゃいましたのね。え、いいえ。そのことでしたら昨日お父様によく申し上げてありますわ。あれ以上私としてはもう何も申し上げることはございませんわ。いいえ、私お詫びに参りましたの。え、お詫びに？すいません、父が大変失礼なことを申し上げましたそうで、私申し訳なくて、昨夜はそのことで父といさかいをしてしまいました。まあ父はあの通り一本気なものですから。あなたそれでそのことだけでわざわざいらっしゃいましたの？ええ。何難しい顔してんの今日は。僕マダムに話がある。お客様マダム。ええ、あなたの下宿の娘さんよ。え、君ちゃん？いいえ、小島さんはいい方です。イライラなさるのはお怪我なさったせいですわ。あのお怪我って？ええ、練習中に。それはいつですの？おとといです。まあそう、おとといですの。何か？いいえ。それであなたがずっとご面倒？ええ、私失礼いたします。どうか父のことはお気を悪くなさいませんように。キミコさん、小島さんがもし他の人を好きになったとしたら、あなた。いいえ、私はいいんです。あの方が学校卒業なさるまで、いいえ、私のうちに一緒にいてくださる間だけでも一生懸命お尽くししたいと思います。それだけで幸せです。キミコさん、私がもし小島さんを誘惑しましたら、あなた恨むでしょうね。いいえ、誘惑だなんて。小島さんが奥様を慕いしていることはよく知っております。私小島さんのおかげで絵のことも学びましたし、本も読むようになりました。私が向上するために小島さんが必要なように、小島さんも奥様が必要なんです。あの方すらそれで幸福だったら、
私はどんなにか嬉しいんです。君ちゃん、君はどうしてどうしてそんな偽りを言うんだ。いいえ、偽りなんかじゃありません。小島さんが奥様を慕いしてるんだったら、私だって小島さんを通して奥様を好きになれます。本当にそう思ってる。奥さん、あなたが来てから僕たちは今までのような生活ができなくなりました。もっとも奥さんだけの責任じゃありません。小島は悪いんです。でも僕は今までのように品物を入れさせてもらって奥さんの世話になっているのは嫌になりました。勝手ですが今日限りやめさせてもらいます。店へ帰ってみましたら娘さんが待っていました。会ってみると今時珍しいくらい純情で素直なお嬢さん。小島さんを信頼しているのが意地らしくて心で思わず泣かされました。美津子さん、あなたのおかげで私は間違いを起こさないで済みそうです。あなたのおっしゃる通り当分姿を隠すつもりです。ごめんください。佐野さん、うちのマダム来てないでしょうか。いいえ、帰ってこないんでみんなで大騒ぎして探してんですの、うん、じゃあ他を探してみますから失礼します。じゃあ、わかりました。奥さんどこ行ったか。いいえ、ゆりちゃんたちがほぼ探しに行ってるんですけど。そうですか。どうしたんだろうな、3日も帰ってこないなんて。どうも。あら、小島さん。奥さん帰ってきましたか。いいえ、まだ。私たちも困ってるんですの。お店もずっと休業のままですし。そうですか。ねえ君、奥さんは中野さんと一緒なんじゃないでしょうね。いいえ、中野さんも再三探しにお見えになりましたわ。どこ行ってしまったんだろうな。どうも失礼。いいよ、寝たけりゃ自分でやるよ。君は下行ってくれたまえ。あの、袋できましたわ。あ、ありがとう。せっかくだけど、もういらなくなった。どうしてですの。運動なんか、もうやめちゃったんだ。小島さん、あなた、どうしてこの頃急にそう変わってしまいましたの。いや、僕はちっとも変わらないよ。前と同じだよ。いいえ、変わったわ。そんな冷たい目で見たことはなかったわ。前にはこんな晩には一緒に歌を歌ったりトランプをしたり絵のお話をしたりしてとても明るく楽しかったわ。女なんかに僕の気持ちがわかるもんか。女なんてみんな嫌いだ。早く下行っててくれよ。だいぶ長いこと話してるらしいな。どうしてわかります。だって長いもん。そういえばそうね。どうしたんだい君ちゃん。おい、かわいそうじゃないか。どこまでお前君ちゃんに冷たくすれば気が済むんだい。ほっといてくれ。余計なことだ。それがお前の本性か。俺はお前をそんな奴だと思ってなかったよ。雪釣りの、しかもパトロン持ちの女に引っかかったりして。そ
それに何だよ、毎晩遅くまで探し回って。うるさいな。待てよ、あんなに親しくしてた君ちゃんを見向きもしないなんて。俺はお前見損なってたよ。太田、お前あの人のこと、スミコさんのこと、パトロン持ってるいい加減な女だって言うんだね。そうだ。お前だって毎日アルバイトの品物買ってもらってるくせに。そりゃ俺だって感謝してるさ。じゃあお前の恩人じゃないか。そうだ、前はそうだった。え、実はあの人にはっきり断ったんだよ。断った。明日からでも食うに困るが、品物はもう入れないからって。お前は知らないだろうけど、君ちゃんも直接あの人に会ったんだ。何？会ったって？そうか、それで分かったよ。あの人が急にいなくなった理由が、キミコさんが何か言ったに違いないんだ。そうでなきゃ急にいなくなってしまうはずがない。バカ！貴様、そんなダラな人間になってしまったのか。キミちゃんはな、貴様のことだけを心配してるんだぞ。お前さえ幸せになればそれでいいとさえ言ってるんだ。貴様みたいな、そんな自分があったら考え方じゃないんだよ。そうか、太田、すまなかったな。いや、俺こそ乱暴してすまなかった。俺はお前のことで頭がいっぱいだったもんで、つい興奮しちゃったんだ。許してくれ。太田、俺は全くバカなやつだ。何もかもダメなんだ。俺はお前に言われるまでもなく、自分のいけないことはちゃんと知ってるよ。実は今日キャプテンに待望申し出たよ。競争部か。あ、どうして？資格がないからだ。今だから白状するが、俺が手を痛めたのは女のことで掛け合いに行って殴られたからなんだ。殴られた？誰に？スミコさんのパトロン、中野のとこの社員にだ。俺のやってることはプライドを灯することだ。選手の資格なんてまるでゼロだ。中野にやられっぱなしでいいのか。いいんだよ、心配しないでくれ。しかしこのままじゃな。いや、いいんだよ。これもあなたは不正じゃないって言うんですね。わしは知らんよ。これはね、うちで扱った品物では絶対ないよ。ダメですよ、隠したって。製造元の散布鉛筆に問い合わせて事実が分かったんです。半歩も半歩はすごくも個人になって。そんなものを真面目にアルバイトしようとする学生に下ろすなんてとんでもないことです。あんたですね、小島を殴ったっていうのは。君が社長の中野だな。君は誰だ。小島の親友だ。何しに来たんだ。貴様はよくも小島をダメにしたな。あいつはおかげでスポーツ生活もやめなければならないような羽目になってしまったんだ。そんなことは僕の知ったことじゃない。学生のくせに主人なる女に。主人？金で縛っといて何が主人だ。その金だって
我々アルバイトの学生から絞り上げたもんじゃないか。君は僕に説教しに来たのか。僕は今日は君なんかに会ってる暇はないんだから、出てってくれたまえ。何何をするんだ。おい、太田、太田、待ってくれ太田、それだけはやめてくれ。君のことだから、きっとこう来たんだろうと思って気がかりになってやってきたんだな。太田、我々は学生だ、暴力使っちゃいけないな。帰ってきたね、奥さん。探して、あの学生とずっと一緒だったんだね。そんな、小島さんとはあれから一度もお会いしていません。そうか、僕は一緒に来たんだとばかり思ってたよ。あなた、ちょっとあの方にお会いしてもよろしいでしょうか。ぜひお話しなければならないことがあるんです。ああ、奥さん。知らずにどこ行っておしまいになったんです。探して探しあぐれてバカのようになりました。やけになって大変恨んでいたんです。でもお会いできて本当によかった。小島さん、お別れしましょう。え、あなた、私のことを心配してくださるより他になさらなきゃならないことがたくさんありますわ。それに私は年上ですし、あなたの恋に甘えられるような女では。奥さん、あなたはおっしゃらないで、もうおっしゃらないで。笑ってお別れしましょう。奥さんは中野さんと結婚なさるんですね。え、だからそうおっしゃるんですね。私が中野と結婚する方がよろしいと思いになるのね。奥さん、このままお別れするなら結婚してくださった方がどんなに安心だか。奥さん、必ず幸福な結婚をするって約束してください。お願いです。そう、あなたがそうおっしゃるんなら結婚しますわ。随分辛かったし悩んできましたけど、僕は美しい思い出を抱いていきます。奥さん、お別れします。ねえ、住人、しばらくぶりで店行ってみようじゃないか。どうしたんだ。あなた、突然なんですけど、これお返しします。なんだね、これは。売ったんです、あのお店を。え、あなた、改めてお願いがあるんですの。いろいろお世話になりましたけど、今日限り
お別れしたいと思います。別れる？僕と別れてどうするの？どうするって、私は私だけ一人っきりになれるところ行くんです。いいえ、本当です。今だからはっきり申し上げますが、私小島さんを愛しました。あなたってものがありながら、もう一人の人、でも私悪いと思っています。それもこれもあなたのせいです。あなたも悪いんです。あなた自分勝手な方、私がどんなに寂しがっても、あなたの愛情にすがりたがっても、あなたずっと私を放りっぱなしでした。小島さんは私たちの愛情の隙間に差し込んだ。遮っても遮っても入ってくる一人のようなものでした。私その小島さんさえご交際しない決心です。ましてあなたとはお別れするのが当然だと思います。純子、待ってくれ。純子、君は本当に僕から離れていくつもりなのか？それより他に私には行く道は。純子、僕は、いや、僕の結婚に対する考え方は間違ってたかもしれない。でも決して君をおもちゃにしてたわけじゃないんだ。これだけは分かってもらいたいんだ。よく分かりました。でも私お別れいたします。こんにちは。お、なんだ、ゆりちゃんか。何しに来たんだよ。私ね、うん、小島さんときみこさんにとても大切なようで伺いましたのよ。へえ。小島さん、マダムも今日鳩でいよいよ大阪に立つことになりましたの。あ、これマダムからの贈り物。そうですか。それからお手紙もよ。小島さん、私あなたのおかげで本当に目が覚めました。これからはどんなことがあっても真面目な生活だけをしていきます。中野もあなたにくれぐれもよろしく言っておりました。この絵いつまでも持っていてくださいませ。それからもう一つお願い、お宅の君子さんと本当の仲良しになってくださいましね。若いお嬢さんの愛情は真珠よりダイヤモンドより大事なものですわ。キミコさん、こちらいらっしゃい。キミコさん、なんで泣くんだい。泣かなくたっていいじゃないか。やったな、どうも。ゆりちゃん、お日様役のご苦労さん。下行こうか。え、どうしたね、なんか泣いてるようだけども大丈夫かね。まだ喧嘩してるんですか。さあ、喧嘩っていうのかな、今。なんつったらいいかな。変ですね。キミコさん、スパイクの袋は落としちゃったか。この間差し上げたままよ。
どこをやりになったの？どこやっちゃったんだろう。探してくんない？知りませんわ。おかしいな。ありましたわ。あ、そんなとこであったの。キミ子さん、かまとって。ちょうどいいよ。そう？よかったわ。あ、どうもありがとう。早くおいで。あ、おじさんですか。おお。お帰りなさい、お父さん。お揃いでどこ行くんだい？映画か。じゃあ行ってきます。あ、行ってらっしゃい。